こんにちは、佐々木です。本日はメルカリ、質問です。儲かる商品にライバルセラーが多数います。早く売る方法を教えてください。というテーマについてお伝えします。それでは早速いってみましょう。はい。この動画でですね、私のコンサルからですね、質問がありましたので、ぜひね、紹介させていただきます。まずですね、単純テーマ言ってしまいますと、ライバルセラーは絶対います。で、早く売る方法ですね。それはですね、単純に言ってしまいますと、値段を下げるしかないんですね。はい。で、それで1円でもいいんです。それとですね、Amazon で言ってしまいますと、評価をですね、上げるしかないです。それとですね、100%ですね。はい。これが、ないとですね、早く売れないです。で、儲かってる人見ると分かるんですけど、とにかくですね、常に100%なんですよね。なので、もうどん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 売れていきます。はい。で、ライバルはですね、1人か2人、3人ですね。で、多数、やっぱり5人とか10人出てくると思うんですけど、カメラに関して言ってしまいますと、写真ですね。写真をどこまで綺麗に撮るかっていうことですね、勝負になってきます。で、それができるかどうかによって、早く売れるかってこと決まってきますので、ぜひね、ライバルセラーが多いので、なかなか売れないっていうことは多いと思うんですよね。はい。で、ぜひね、その点をね、守っていただければ、かなりの確率で早く売れるようになりますので、あと、高値ですね、高く売れるようになります。ぜひね、試していただければね、いいかと思います。はい。はい、LINE 登録お願いします。LINE 登録していただきますと、30分無料コンサル、10万円稼げるマル秘マニュアルプレゼンします。ニックネームカズダンプお願いします。あと、YouTube から質問は一切受け付けてません。LINE アット登録をによろしくお願いします。本日は、最後見ていただきありがとうございます。番組登録お待ちします。よろしくお願いします。ありがとうございました。